こんにちは、チンタラマサキの吉田です。本日は奈良県電流市別社長にございますフォンティーヌ N2 の1階のご紹介をさせていただきます。まずこちらご紹介させていただくのがですね、6畳の洋室となります。キッチンからすぐの洋室になるんですけどもね、こちらの方には設備でエアコン1台ご準備しております。またバルコニーもですね、当然あるんですけども、こちらのバルコニーは南向きとなっております。すごく日当たりが良くて、今これ夏前なんですけどもね、非常に日当たり良すぎて暑いぐらいですね。それぐらい日がたくさん入ってきてます。引き続いてこちらダイニングキッチンになるんですけども、キッチン周りいいですね。非常に標準的な 2DK タイプにぴったりなキッチンが入っております。収納ももちろんしっかりございますね。シンクも大きめですし、申し分ないと思います。使いやすいですね。こういったリモコン関係も便利な位置についております。こちらで全ての温度設定していただけます。もちろん自動ボタンを押していただければ、お風呂の方にもお湯が溜めていただけます。そのお風呂なんですけれどもね、こちら水回り関係集約されておりまして、こちらが洗濯機ですね。隣がシャンプードレッサー、ごめんなさい、洗面台と、それから奥が洋式タイプのトイレで、出てきていただきますと、お風呂はとなっております。こちらのお風呂は、先ほど申し上げたようにキッチンでも操作可能です。追い炊きなんかも当然できますので、出てきていただきますと、またキッチンに戻ってくるんですけどもね、キッチンにこういうちょっとした収納、非常に便利ですね。掃除機入れていただいたり、コート入れていただくのに便利な収納だと思います。こちら玄関周りですね。玄関も非常に使えそうですね。玄関上がってきて、トラックスペース上がり、間口もしっかりしてますし、こういう大きな下駄箱も特徴的ですね。人気の設備です。こちら、もう一部屋洋室ございます。こちらの洋室の特徴はですね、大きなクローゼット。こちらがまずは一番の特徴だと思います。このクローゼットの関係からですね、主に寝室に使っていただくのがベターな使い方になるようなお部屋になってるんじゃないかなと、そんな風に思いますね。こちらのフォンティーヌ N2 なんですけどもね、非常に店員の中にお住まいいただく上では便利な場所になっております。病院も近いですし、飲食店もすぐそばに2つ3つございます。スーパーもですね、すぐ近くにございますし、クリーニング屋さんなんかもございます。申し分ない条件に仕上がっておりますので、こちらの家賃とか間取り参照の上、気になる方は当社までお問い合わせいただければと、そんな風に思っております。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様の家探しを全力で応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。